あ、なんだいきなり。小さくて臆病で弱い、それこそがパルームが蔑視される理由にもかかわらず、どうして貴様らは一撃で魔物を。魔石を狙ってるからに決まってんだろ。魔石。んなことも知らねえのかてめえは。大抵の魔物には胸部中央に弱点、核がある。個体にもよるが、小さい方で人の爪ほどの結晶だ。これを正確に貫けば魔物は死する。それが我が騎士団で受け継がれる一撃必殺。ディアナのもと穿つのは必ず魔物の胸部と徹底されている。激しい戦いの最中、貴様らパルームがそんなことを。針の穴を通すがごときではないか。それができなければ魔物に殺されるというだけの話。貴様が言ったように我々は脆弱だからな。どうしてもイチャモンをつけてえようだから、世間知らずの騎士様にいろいろ教えてやるよ。パルームは弱え、それは確かだ。私たちは最初ねえもの尽くしだった。だから足りねえもんを別のもんで補ってる。別のもの。勇気、技術、そして知恵だ。てめえらゴール騎士団は魔物の死骸をどこまで見聞したことがある？私たちはとことんだ。爪も毛皮も血もくっせえ中身も隅々まで調べる。色を見て匂いを嗅いで、私は死ぬ覚悟で肉を食ったこともある。魔石が砕けた途端灰に変わって最悪だったけどな。魔物を効率よく殺すには魔物を知るしかねえ。得た知識を加工してぶっ殺すための知恵に変える。私たちが持ってる獲物もそうだ。使えると分かった後、魔物の爪や牙を剥いでほとんど武器の素材にしてる。魔物を利用した武器だと。人でありながらそのような代物を振るうなど恥を知らないのか。話を聞いてなかったのかてめえは。そうしねえと勝てねえって言ってんだろうが。素晴らしい鋼の武器を撃つお抱えの鍛冶師など我々にはいない。いるなら連れてきてくれ。王家が許さないだろうがな。それは戦場を駆け巡る私たちはまともな補給なんてままならねえ。獲物が食われれば全部現地調達だ。なら使うのは敵の武器だ。人を簡単に八つ裂きにする魔物の層がを今度はあいつらをぶっ殺すために利用する。私たちは非力です。腕力がない。だからこの細腕でも倒せるように矢と専用の槍を使います。長い、そして軽い。はい、柄はとある森のウォールナットから。そして穂先は魔物の層が、矢尻もそうです。私たちが魔物と戦い続けられるのは不正でも何でもない。ちゃんと理由がある。それを分かっていただけると嬉しいです。私は
フィアナ騎士団はすごいにゃ。ゴール騎士団とは段違いにゃ。フェリス、黙っていろ。この程度では認めないからな。素直じゃないな、あいつ。でもこれで俺たちの凄さが分かっただろ。いって。何もしてねえくせに勝ち誇ってんじゃねえ。それよりもディム、お前また魔物にビビっただろ。トラウマだかなんだか知らねえが、なんとかしろ。直せねえなら一人で森に帰れ。フィアナの言うことじゃねえがな。それは進軍を再開します。続きなさい。休まないのか。一戦終わったのだから休憩くらいは。国境まで休校しろってのが欧米だろ。休んでる場合じゃねえな。今度は置いていかれるかもな。したならば止まらず顧みず置き去りだがな。待て、貴様ら！